はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト9 2021、ライブ配信始めていこうと思います。2009年9月4日からスタートです。いつも通りツイッチで配信しております。ぜひツイッチのアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。この動画のアーカイブ2日後11月7日21時頃からプレミア公開で YouTube にアップロードいたします。 YouTube もぜひご覧ください。 YouTube チャンネル登録、動画の高評価お願いいたします。 This live myThis live archive upload my YouTube channel 2 days after my YouTube channel チャンネルサブスクライブド and good button please。 旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひ、ご覧ください。 X のアカウントのフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。マイツイッター X アカウントプリーズビジット&フォロー、マイツイッター X、ポストリポスト&グッドボタンプリーズ。では、2009年9月4週始めていきましょう。椿がこれ12勝、これ確か G1 発勝したんだっけ。オルカマー世界に花登場とシャメールが登場。どちらもやっぱり年齢がいってますんで厳しいですね。キーフいってるんで、まあ、そんなに重要視しないような感じであるんですが、あとクラブも結構もう10人になりました。あと2つ枠が空いてますね。でも最大は15人か。なんかボロ儲けしてますね、この人たち。この伊坂さんだけは。行ってみましょう。あ、国内いなかった。オールカバーです。天の世界に花1番人気、天のシャメール2番人気です。なので2人でもう印を分け合ってる感じですね。クラブウーバーも出てます。一番人気あるのは凱旋キアイダーですね。差しか、まあでも、逃げ馬が3頭いるし、このまま行きましょう。逆にもう追い込みも違うと思うしな。ダイジェスト、中山 G2 産経賞オールカマー芝 2200m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天の世界に花先頭、残り 200m、 後続は遥か後方、2番手は天のシャメール。天の世界派強いですね。天の世界に花ぶっちぎり段違いの強さです。2着は天のシャメール、3着に信玄、これが G1 馬だ。天の世界に花花が1着でした。世界に花は金札確定ですね。シャメールはもうちょっと残念っていう感じか。そばにいるねが1頭です。青山テルマだったと思う。全周と
大違いで大量出走ですね。アメリカ4頭ですね、海外は。そしてスプリンターズステークスにブラックキャビア出走です。3歳馬ですか。あれ、なんか、え、なんでブラックキャビア、なんか出すべき馬は出してないような気がします。あ、つまみ断念。電撃戦を目撃せよ、悲願の G1 制覇、シーソニック、シーニックブラウンソン。お、キャビアここですね。この夏最大の上がりへ本格化、激戦となっております。参加しません。そして、一応これをローテですね。シャメールは、なるほど、オールカマーの後は JC か。これ多分3週くらいまでは持つと思うんで、シャメール、まあいっぱいいっぱいまで頑張って走ってもらいましょう。10月を3週1900万、普通空き店かな、やっぱりな、普通に考えて。空き店出てもいいんじゃないの、アミゴって何週、まあまあ出てもいいと思います。出ましょう。JC は距離が長いですね。で、その後は一周放牧するから、福島記念とか出てられないから、まあ、ここか、ここかな。11、まあ、ショーかもしれんけど、こんな感じですね、シャメールは。金引き入りは BC クラシック。最後の花道になりそうですね、 BC クラシックが。さあ、勝ちたいんやが何部杯、世界の花はオルカは勝ちましたね。さあどうするか。こちらは1400から2600と幅が長い、うん、ん？次のレースは何？有馬記念か。2600はちょっと微妙に長いかな。と牝馬限定あたりかな。ここってダイワスカレットがいいのか。じゃあここか。E.P. テイラーは、うん、なんか 勝てる馬に勝たせた方がいい な。弱そうだな。どっち出すか悩むな。オペラ賞は10月を2週だから出れないとなると、あ、ここを出そうよ。面白いかな。竹豊、あ、じゃないわ、普通に横の入れインダーで、こんな感じで、で、一周放牧かな。一番気にしないといけないのは、ジュピターの走りですね。10月3週に勝てそうなレース、4週か、勝てそうなレースがあるんで、EP テイラーちょっと出してみましょう。豊か、あれ乗ってくれない、じゃあ C で、入り所は安藤のままで、これでちょっと最後の勝負をかけたいと思います。ちょっと待ってよ、不正度が上がる賢さは上がっても意味ないんですよね。投手は上がってるからな。まあ普通に育成度やけど、
疲れを上げる必要はそんなにないんで、いや、いいかな。スカイハナ19勝ということでチャンピオン。キンシャサはすごいよな、もうこのルートで決定です。気持ちいいが王様ゲインか、これリーチかかってるのかな、いやかかってない、まだ勝たないといけないですね。気持ちいいは寿命はまあ大丈夫なのかな。そのこれ多分もう大丈夫だと思う。 BC リッサフとか勝ってますからね。まあダメならダメで覚醒取りたいですよね。まあ、こっちかな、 BC クラシックで、まあでもいいや、覚醒のまま。カチュは BC リスタッフか、休ませるわけにはいかないんでこのままですよね。ちょっと調子落ちたら調子上げるぐらいかな。ジュピターはもうこれで 2走走らせて勝負をかけます。うん、順当ですね。アイポッドは今15勝か。JC も距離が持つから出す。ブログは BC ターフ、まあ、距離は大丈夫だな。ブログももう9勝を上げたんでこの年までかな。まあもう1年走らせてもいいか。でアミーゴですね、アミーゴは12勝なんで金札確定しております。まあどこ走らせるか難しいですけどね。秋天って他なんか出てるんだ。小泉とシャメールか。サントはちょっともったいない気はしますが。マイル出てない馬いるな。キップデビルあたりはいいかもな。まあ、ここで、あ、でも椿がいるんで、ここ勝負行きましょう。クナがまあ星4なんで。福永のままでいきます。ではミーゴじゃない、チャクータがレショーマイル、まあ、マイダーですよね。あと2勝すればチャクータはあれですから、あんまり時間がないんだよな。もう5歳だから、だから 2つとも必勝体制でしょうね。なんで次出すとしたらもうこれか、香港マイルぐらいか。椿もいるんだよな。一応登録はしときましょう。で脳トレが、うん、想定内はいい。まだ1勝もしてない。まあバース覚醒なんでまだ全然可能性はまあないか。スピード上げないとダメなんだよな。なんで行きましょう。一気に育成はたまったが、何だったっけ、マイ上巻か。スカーレット15勝ですね。今年いっぱいで引退となります。で小泉が起点、ゼニアッターはスプリンスター、まだ走れますね。ゼニアッターはていうかまだ5歳ですね。来年はもう完全に
金引きで引退するんで、金引きは今年いっぱいで引退するんで、来年は銭あたりかかる負担っていうのはでかい、大きいレースではね。つまり銭あたりはもう予約をしないといけないですね、来年のサウジカップの。予約しときましょう。で、マノハウルは今週か。10勝上げてんで金札は取ってます。けど戦記はまだ、じゃあ8勝上げたんだ。ジュライカップで決定ですね。でスマートハルコンがあと2勝となっておりますね。まあ覚醒なんで焦る必要はない。あれ、ん、なんだこれ、トゥーラックハンデ。ダメだよ、トゥーラックハンデは調子はいいない。なんで10月3週で、ああでも出すレースがないから、トゥーラックハンデは削るしかない。まだ行ってないよな。なんで、でもダートレースってなかったよな。1004の2400か。マイルはいけるよな。ダートマイルはいける。ダートマイル出しましょう。頑張ってほしい、武豊ね。ここ一周放牧、でブルースリーはまだ2勝です。なので何としても勝つレース、長距離戦とかを選ばないといけないですね。まあまあ遅めなんでまだ大丈夫かなと思いますが、 JC か、 JC ね。ここかな、出すとしたら。弱そうやん。弱そうですね。ここ出しましょう。ただし、駒沢じゃダメだ。10月4週も出走多いですね。春日が。春日何勝？春日5勝か、あと3勝ですね。椿は9勝上げてますんで、もう OK。 ん？フィリアの目はスプリント横山の名前になってるわ。いや横山じゃダメですね。はい、まだはちょっと調子が心配です。まあ一応放牧しときましょう。でね、ループ調子悪いよな。悪いまま出すんか。ん、なんかおかしくない？え、今週いきなり出るのはちょっと早いんじゃないの。ダートなんで、あとこのぐらいですよね。賞金が1億なんで、ちょっとオープン特別だと金量が重くなる。ここは2勝ですね。今菊花賞で3冠をかけます。5勝、あと3勝ですね。三上は早熟なんでね、そんな時間ないんですよね。あ、マイ
ルチャンピオン出てもいいぐらいかな、優先で。けど戦記がチャクータがあの6勝なんで、どっちを優先するか迷うとこですが、彼女ってヒンバのレースはなかったっけ。オスウマか、彼女じゃない、カンタラステークス、なんだこれ、カンタラステークスか。でつぼみがダメージ賞で3勝、さすがにアルデバランまで出ないってわけにはいかないんで、つぼみ全然いいと思うんですけどね。重賞初制覇狙った方がいいな。距離はクラシックなんで、まあここか、ここですよね、まあ、ここかな、普通にここでいいと思います。でブエナビスタが秋華賞で牝馬三冠、初音ミクも挑戦、うん、いや初音ミク無理でしょうこんなの、普通に。なんで出て通用すると思うんだ。まあ海外行っても厳しいよな。しばらくは国内で頑張ってもらうしかないってとこか。まあ府中牝馬いるやん。まあこの辺でどこまで頑張れるかですね。ジョッキーって黒だか、黒だって出られないの。何坂よ、まあその辺は同様ですよね。ラキスタも出てくるんだ。中牝馬まだ早いような気がする。こっちかな、オクトーバーに出しましょう。強いですね、2連勝。まあ早熟ってことで時間はないわけですが、どうするかですね。まあ10月3週なんだ。でグーも出ます。調子かな。であとこの辺でそばにいるねが、芝ダート両対応、主戦は誰になるんだろう。父親は、母がブロードアピールか。父親は自家製サンバなんで、天のカリスマっていうダートか。まあ福永だったら福永でいいでしょう。さあ、行きましょう。最上位勝ってほしいね。気持ちいい。あとリーチかかってますからね、気持ちいいは。
きましょう。ネクスト。ロデオドライブステークス、アマノハウルです。一番人気。フォーエバートゥゲザーが立ちふさがります。一騎打ちムードかな。あくまでそれはレーティング上の話ではありますが、レース行きましょう。サンタニタ競馬場 G1 ロデオドライブステークス、芝 2000m です。グレートサービス12番オーラスマリン、キャリコー、それに続きます。緑の帽子オリオールフラッグ、その後ろ黄色の帽子アマノハウル、いい位置につけました。その外からイースターストレンティア、その隣にプラシオブサンディ、その横にトゥーマッチフォームス、その外にオレシアハウルは中断ですね。今そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。並んで1番ウィニーズオブリック、しんがりからエイリーンズアドラーブル、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。 G12 勝フォーエバートゥゲザー、依然として先頭。並んで11番アポロスターク、そして大きく離れてストリーミングキャリコー、この位置です。これに続いてイースターストレンティア、内からはオリオールフラッグ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてフォーエバートゥゲザー、フォーエバートゥゲザー、後続を引き離す。さあやってきた。アポロスターク最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者意地のぶつかり合いだ。どうだ、伸びないか。後続を完全に引き離した。2番手はアポロスターク、フォーエバートゥゲザー先頭だ。フォーエバートゥゲザーゴールイン。2着はアマノハウル、3着にアポロスターク、フォーエバートゥゲザー、ここは負けられない。本番に向けて順調なスタートです。残念ハウル。さあ気持ちいい。金札をかけます。オーサマーゲインステークスです。1番人気、2番人気がダンカーク、116は結構脅威かな。いやそうでもないか。ウィンターズクランバーも116並んでおります。こんな感じですね。レース行きましょう。サンタニタ競馬場 G1 オーサマーゲインステークス、ダート 1800m です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは天の気持ちいい。プレミアムコースタートです。このままコースタートを切りました。ダッシュよく天の気持ちいい行きました。続いて前へ行くのはプレミアムタップ、さらにはミスリメンバード、漆黒の馬体ティズウェイ、その後ろ先手を取ったのは天の気持ちいい、少し開いてジェネラルクォーターズ、シェマコ上海、すぐ後ろ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その外にプロモーションステッパー、内からさあ逃がされたのか、それともスピード違いなのか。並んで4番アップゲニビエール、その横にダンカーク、その外にウィンターズクランバー、ピンクの帽子ビートペティショナー、その後ろ最後方にブルーアガーリッド、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。依然として先頭は7番天の気持ちいい、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前は天の気持ちいい、天の気持ちいい、後続を引き離す。2番手はプレミアムタップ、ミスリメンバード、3番手さあ天の気持ちいい、このまま逃げ切れるでしょうか。天の気持ちいい先頭、いいですね。さあつまらない、後続を完全に引き離した。金札を先頭です。このまま金札確定します。勝ちました。圧倒的な強さを見せました。2着はジェネラルクォーターズ、3着にミスリメンバード、世界の強豪相手に見事な勝利を。これでですねローテが楽になりますね。日本が世界に誇れる馬です。6連勝、いいえ
ここでは設定しないです。フラーボール招待ステークス天の稲バウアー一番人気124勝ってもらいましょう。レースです。ベルモントパーク競馬場 G1 フラーボール招待ステークス芝 2000m です。これ2歳馬かな、いや違うか。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはプリティカリーナ。綺麗なスタート。ちょっと微妙なスタートですね。足を飛び出してプリティカリーナ鼻に立ちます。その後ろからはアスリボーン、この馬も上がっていく構えです。さらにはグッバイリトラック14番ユースダンバーニー、その後ろ先手を取ったのはアスリボーン。2番手に3連休も終わって明日から仕事ですからね。これに続くのがブラムタッチ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。アルーリングシエラ上がっていきました。その隣にだから目を閉じながらオリエンタルブライド、それに続いています。すぐ後ろにネバーインテンシファ、3番手グループですね。その前に進出、その後ろからはレリナビュネット、並んで栗色の馬体ウォルドカマー、すぐ隣にソーダパール。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました11番プリティカリーナ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として11番プリティカリーナ、まだ粘っています。アスリボーン、ほとんど差がありません。さあ内ラチ沿いを通ってこれ経済コース行ってます。さあここから進出です。この後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は天の稲バウアー、間が空いてプリティカリーナ先頭へ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m を通過して、さあ追い出す稲バウアー、ぶつかり合いだ。2番手はブラこれはぶっちぎりです。圧勝天の稲バウアー、独走天の稲バウアー、ぶっちぎりです。2着はブラムタッチ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の稲バウアー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。海外初重賞だ G1 だっけ。違うと思う。マインシャフトとトゥーザビクトリー、お、いいですね。海外遠征ってもうついたんだっけ。シャドウェルターフマイルステークス天のハニカミです。一番人気、あ違う、こっちだ。コーネリアン・ディクターウェイが強敵ですね。やっぱり10差がないと安心できないっていう感じですよね。まあ、内枠を利して勝ってほしいところです。レースです。キーンランド競馬場 G1 シャドウェルターフマイルステークス芝 1600m マイル戦です。こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ウィングポストチャー、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してウィングポストチャー鼻に立ちます。その後ろからはオープンハーザー、この馬も上がっていく構えです。ベンチュラ後方から、それでは先頭から、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。ブレインズアーメリア先手を取りました。少し間が空いてウィングポストチャー好位置をキープしています。天のハニカミ、その外にティグレスゴールド、これに続いてオープンハーザー、並んで11番ソングラインイグリッド、イブニングバイオレット、そのうちに続いています。青の帽子スティップルルネ、その後ろシリウスカスタネット、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として古豪ブレインズアーメリア、まだ粘っています。2番手はティグレスゴールド、なんか行きっぷりがそんなに良くない感じはする。内から上がっていくが、先頭外からティグレスゴールド、外の方がいいな。懸命に前を追っています。残り 200m、 先頭は変わってベンチュラ、ベンチュラ、2番手はアフリカンニコル、ベンチュラ、この馬で決まりかですよね。1着、2着にはどうやらアフリカンニコル、ベンチュラ、ここは負けられない。本番に向けて順調なスタートです。まあ安全圏ではなかったよな。
さあ、弱に敗れ去りました天の兄神。さあ、国内に戻ってきました。大井競馬場レディースプレリュード天のキャンキャンです。1番人気スリッピースーザンか、であとエルリベロあたりか。ダイジェストです。大井競馬場 JPN2 レディースプレリュード牝馬限定ダート 1800m の地方交流重賞です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天野キャンキャン先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。あと2トライアルレースですね。後続は遥か後方、ステップレース。2番手はエルマリリン、後続は大きく離れました。天野キャンキャン独走、天野キャンキャンぶっちぎりです。2着はエルリベロ、3着にエルマリリン、勝ったのは天野キャンキャン。いいですね。着実ステップは上がっております。これで次の G1 のなんだっけ、同じ大井競馬場で行われるそちらに弾みをつけました。さあ、シリウス中央競馬場は中央競馬シリウスステークス、マノエーループと肩のフェイトですね。肩のフェイトはちょっと本誌では黒三角だけど6番人気か、ネループが強そう。テンション闘魂、待ちかね日本バレあたりですね、他は。さあ、肩のフェイトどうするかですね、先方は。まあでも、このままでいきます。ダイジェスト、阪神 G3 シリーズステークス、ダート 2000m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。天野エネループ先頭、残り 200m を通過して、天野エネループ後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。2番手は待ちかね日本バレ、天野エネループ強い強い。天野エネループ2着入ったかな。圧勝ゴールイン。2着は微妙です。1番人気に応えました天野エネループ、見事です。うん、ワンツーフィニッシュ決めました。2着しぶとくキープしましたからね。今回楽しみです。さあ、いよいよスプリンターズステークスです。ブラックキャビア登場、3番人気1番人気はエーシンフォワードか、まあわからんでもないな。だって G3 クラスでだからな、北記念も負けちゃってるから、そういう意味では厳しそうだよな。あとローレルゲーあたりか。ブラックキャビア先方どうするかですね。うん、難しいな。でも先行が得意だからな。まあ、先行策でいきましょう。ダイジェストです。中山 G1 スプリンターズステークス芝 1200m の、電撃戦はこの秋の初めての G1 です。第4コーナーをカーブして、抜け出した。直線コースに入りました。あと 200m 内から来てる。ブラックキャビア BB ガルダン頑張れるか。ブラックキャビア勝った。2番手は BB ガルダン、やりました。2着は BB ガルダン、3着にローレルゲレイド、見事に勝ちました。ブラックキャビア自分初制覇だと思う。ウィニングランです。初制覇じゃないか。やりました。三浦康生初 G1 ですね。初 G1 だ。
しなかったんですが、ブラックキャビア取ってくれましたね。サポートアイランドステークス天のドロロです。2番人気クラブワーク、もう2頭出ております。あ、レジデンタか、強い、普通に強いな。ダイジェストいきましょう。阪神オープン特別ポートアイランドステークス芝 1600m マイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。東証ドライブ先頭、胴は外伸びてきましたね。このリードを保てるか、天のドロロ手応えは悪くありません。前を捉えられるか、息かしていった。残り 200m 天のドロロ抜けた。ムードインディゴ迫る。ムードインディゴが差し切った。ムードインディゴ、ムードインディゴ1着、2着は天のドロロ、3着に凱旋メタボ、見事に勝ちました。ムードインディゴ、惜しかった天の道路。あとクラブは凱旋メタボも3着入ってくれました。マイネレーゼルとは名案分けましたね。さあ海外重賞が2つ、南部杯もあります。2頭出し、ブラックキャビア初 G1 ですね。三浦恒成とともにおめでとうございます。サハウルは惜しかったけど、まあ切り札確定してるからこちらそんな影響ないですね。エリジョ、いやエリジョは出ないよ。出てもいいんですけどね、ジュピターがいるからな。まあ、まだあのここは登録はしとくけど、ジュピター出てきたら出るわけにはいかないからな。あ、マイルもいいのか。まあここ一応確保しとく。賞金が安いな。出てもしゃあないな。じゃあそうですよね、ターコイズぐらいしかないし、ハンデがどのぐらい背負わされるかわからないしな。これってダート戦だよな。ダートはダメですからね、この馬。で、気持ちいいが収まん、これで、発射を上げて G1 番になったはず。いや、まだだ、あの東京大賞典だったんだ。これは無理ですね、まだ取ってない、ごめんなさい、勘違いでした。なので、まだ 0.5 勝取らないとダメですね。ってことは裏を返せば地方交流重賞でも OK。ここでですよ。あ、冬ソナがいるのか。冬ソナは、うん、あでもこっちのスプリントもあるんだ。うん、気持ちいい。なおダートのレースだとマイル戦とか全然ありますよね。スマートハルコン出てるから出られない。ハルヒがいるんだ。あとここは芝か、ここぐらいかな。あとはああでもいや、ここはここに出ずに普通にチャンピオンでいいと思うな。でもそれ無理だったら別にここでもいいのか。
にかみかんたら11月1週トゥルースが竹豊かなんだけど、竹豊かじゃないですよね。三浦高生まだ20歳なんだな。田辺、ビシマイルは福永ですけど、福永かぶ何とかぶさってんのかな。スワンステークスか。まあそれなら別に竹豊でもいいですね。あとはエリザベスとオーロカップ、なんだそれ、なんでオーロカップなんだ。いやもうここ取ったならもう短距離戦行くしかないですよ。10月を2週か。こことかもあるけどね。なんだこれ、マニカト、まあ、こっちでもいいですけどマニカト行ってみましょう。無理だなこれ。マニカとじゃ あのローテが間に合わないんだ。最短でここですよね。これでハウルが竹豊か乗れなくなった。型のフェイトがエリジョとか言ってますけど、なるべく避けたいですね。芝田と両対応か。まずはやっぱり重賞取らないとねいけないんで、段階っていうのがあります。武蔵野芝は、武蔵野だとちょっと短い。裏はここかな、ここですね。ここ行ってみましょう。ね、気持ちいいはこれで決定です。あ、決定じゃないや、決定じゃないか、ここ出るんだ。で、ハニカミが3着。惜しかったですよね。あ、もう3勝してるのか。うん。カンタラか、次は。ちょっと疲れが心配ではありますが。こんな感じかな。出ないとなると。で、その上で、ダートか。ダートはダメですからね。じゃあもうこことか。でもキンシャサがいるから出られないですよね。でキャンキャンが、うん、これステップレースで予定通りですね。これはエネルーパーシリウスを勝ちました。肩のメイト、うん、結構いい勝ち方したような気はする。ん、ただ調子落ちたばっかりだったっけ。調子上がってないってことは、これ
登録してないよな。ちょっと次のレース何出すか考えないといけないですね。まあチャンピオンズカップでも全然いいとは思います。改正モーション思想はありません。チャクターハ6勝期待しましょう。刀アテネが登場。でももう衰えてるからな。ネクスト、スピンスターステークス、ゼニアッタ登場、一番人気です。126、そんなにすごくないんか。シーニアークが124で、一騎打ちムードですね。レース行きましょう。フィンランド競馬場 G1 スピンスターステークス、ダート 1800m です。こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。サリーバルダ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してサリーバルダ鼻に立ちます。その後ろからはブラブドネスサキン、この馬も上がっていく構えです。さらにはオーネットアディ G15 勝、シェーディアーク、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。オーネットアディ先手を取りました。少し開いてウィンキングイベント、好位置をキープしています、うん、ゼニアッタ並んで G1 馬エントリーカリフォルニア、スターダムバウンド、それに続いていますピンクの帽子プレンティーオブキャロット、その後ろこれに続いてピーナーエミーレ、その隣にコバートコンテント、オリエンテートウォーカー、すぐ後ろ並んで古豪ハッピーラグナレック。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はブラブドネスサキン、2番手はエントリーカリフォルニア、オーネットアディ3番手、ゼニアッタまだ動きません。ゼニアッタ思ったよりは後ろですね。ブラブドネス先、エントリーカリフォルニア続いています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ブラブドネス先持ったまま先頭、外から勢いよくゼニアッタ、さあ内外に分かれて先頭を伺う。ここで先頭が変わってゼニアッタ残り 100m 抜け出した。手はサリーバルダ、ゼニアッタ、この馬で決まりか。あとは引き離すのみ。1着ゼニアッタ完勝、2着はサリーバルダ、3着にコバートコンテント、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ゼニアッタまさしく日本が世界に誇れる馬です。2連勝です。お、川田騎手で勝利を得ました。これで川田騎手5位になって絆特性は発動ですね。はい、あ、海外遠征なんだ川田騎手、楽しみですね。ホレショー天野チャクータです、一番人気。110があるのみなんで、これは勝てるんじゃないかな。レース行きましょう。パリロンシャン競馬場 G1 ホレショー芝 1400m です。さあ、マモチャクータってまだ6勝ぐらいだったと思うんで、あ、そうだ、6勝だな、あと 2勝しないといけないんだ。なので負けられない戦いが続きます。こちらフランスのパリロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。スタースパングルドバナー、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。悪くない。予想通り先頭はスタースパングルドバナー、これに続くのがインポートオブリック、
さらにはウィンドシャープスカウト、足毛の馬体、キーウィオデオン、その後ろスタースパングルドバナー、先手を取りました。少し離れてベティーバーク続いています。好位置をキープしています。天野着歌、これに続いて先頭先手なり、内からはブッシュレインジャー、その外に追走します。ウィンターペルセポリス、その内に続いています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭は依然として G1 馬スタースパングルドバナー、2番手はインポートオブリッグキーウィオデオン、3番手天野着歌、いい位置、バナーがいいな、先頭を捉えるか、かせるかな、不安だな、来てるけどね、その差が広がります。あと 200m 差がつまらない。まだ後ろ2番手は天野着歌、これは強い、引き離された、強い強い、スタースパングルドバナー圧勝ゴールイン。2着は天野着歌、3着にインゴットブーム、勝ったのはスタースパングルドバナー、見事な勝利です。やられてしまった。南部杯です。天野勝ちタイヤ、天野ノートへ登場、1番人気天野勝ちタイヤとなります。さあノートで戦法変えられます。差しで行ってみましょうか。富士のウェーブあたりかが出てますね。あとスーニとか、レース行きましょう。盛岡競馬場 JPN1、マイルチャンピオンシップ南部杯ダート 1600m マイル戦です。こちら盛岡競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ワイルドワンダー、好スタートを切りました。大小ジェット、この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけてワイルドワンダー行きました。天野勝ちタイニア、競りかけていきました。天野勝ちタイニア先手を取りました。これに続くのがトロピカルライト、並んで7番大小ジェット、ミンクエージェント、それに続きます。その隣にオーロマイスター、天野ノートレ、この位置です。その後ろからは富士のウェーブ、スーに上がっていきました。各馬砂煙を上げて引っかかっている。前の方からもう一度 G14勝、天野勝ちタイニア依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭は依然として3番天野勝ちタイニア、2番手はトロピカルライト、ワイルドワンダー、3番手天野ノウトレ、いい位置、勝ちタイニアが一気に応に応えるか、後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天野勝ちタイニア先頭、後続とは3馬身以上の差、これはセーフティーリードか。さあどうだ、必死に追います。この差はセーフティーリードですね。縮まるか。天野勝ちタイニア強い強い、天野勝ちタイニア圧勝ゴールイン。2着は天野のウトレ、3着にツーニー、やはり中央の馬が強かった、勝ったのは天野勝ちタイニア。チタイニアが勝ちました。タイヤ、まあこれからですかね、これからっしょということで、この両方絆レベル4か、高速逃げ、なんか面白い、海外行かせて、今から海外行かせても面白いかもな。勝ちタイヤはオパールステークスはこれ無理、凱旋を押しよう。毎朝刊です。天野想定内登場です。1番人気、ただ本紙多めはカンパニーとなっております。まあちょっと厳しいかな。ジョリーダンスあたりもいますね。ダイジェストです。東京 G2 毎朝刊、芝 1800m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。チーフズプリマ先頭、しかし上がっていった、後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。ここで先頭は天野想定いない、残り 200m を通過して、内から来てるぞ、中から。天野想定いない、天野想定いない、激戦、先頭天野想定いない、あでも勝ちましたね。天野想定いない、天野想定いない、1着2着はジョリーダンス、
3着にタンパニー、まずは前哨戦を制しました。天の想定いない、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。ジュリナスキザーレベル4、何をもらえず。さあ、京都大賞で型のアテネですが、ちょっと近況は衰えが目立つ。それでも一番人気を取りました。ここはクラブはウォッカがいますね。強力なライバルじゃないでしょうか。他はドリームジャーニー、凱旋ヘルシオあたりもちょっと要注意ですよ。あとデルタブルースですね。老兵ながら強い。ポップロックなんかもいますね。これ油断激戦ですね。意外とヘルシオなんかも全然チャンスありますし。ダイジェストです。京都 G2 京都大賞典芝 2400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天馬バトル先頭、2馬身から3馬身のリード。さあ上がってきてる。手応えは悪くありません。もう見ないな、やっぱりもう無理だな。残り 200m ドリームジャーニー抜けた。2番手は後方アラン、ドリームジャーニーゴールイン。2着は微妙です。まずは前哨戦を制しましたドリームジャーニー、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。8着か、もうダメっぽいな。かかってしまった。さあ、海外のレースがゴースト、そのうちジ・エベレストは賞金が高い。コフィールドとかも高いですね。2歳馬天の宮も、あ、2歳馬が3頭いるんだ。そして秋華賞ブエナビスタ、いよいよ牝馬3冠がかかります。ん、なんで天のドロロお前が出てるんだ。無理です。ですよね。一強凱旋シロプラン、クラブワンもいる。ベナビスタやっぱり一強ですね。さあ、いよいよ牝馬三冠なるでしょうか。DC クラシックですよね。サージカップはね、ローテが終わっております。着タホレーション惜しかった。うーん、勝ちたかったんだけどな。着タ、どうなんだろう。マイルチャンピオンシップは負けられない。香港マイルもあります。この辺でしっかり勝ちに行くしかないですね。あ、これは厳しい。地域主確保かな。ね、勝ちたいんやが、勝ちました。結構あの5勝です。いずれもこれ中央は海外はなかったと思うんですが。面白いですね。チャンピオンズカップもまあ出るかな。これだったら次は疲労とか考えても途中やっぱりローテで出せないですからね。
まあここかな、勝ちたいんや。に実質 2.5 勝です。今はここ勝ったとしても 3.5 勝なんで、あと来年 4.5 勝しないといけないってことですよね。切札までは、切札ちょっと厳しいかな、まあ、やってみないとわからないけど。さあ脳トレは惜しかったな。まあ脳トレはちょっとチャンピオンズカップは諦めましょうって言いつつ出るレースがないんだよな。チョークか。裏は裏ですよね。うん、持たないよな。で想定内は毎日王冠を勝ちましたね。成長はしている。しかもあの僅差だったからな。まだ国内でどこまで通用するかっていうレベルの戦いになると思うよね。12月頭以降だと芝だと両対応だったらいいんだけど、芝のみだからな。これ何？ここかな？想定内。チャンスあるとしたらここでしょうね。もしくは、今3周なんで BC しかないんですが、コックスプレートとかかな。まあコックスプレートよりは、いやエミネッツは想定内出てるんですよね。なんでカンタラはハニカミだから、まあエミレーツの方がコックスプレートよりはチャンスあると。武豊か、でアテネはもう無理ですね。はい、ちょっと次はもう引退です。チャレンジカップで引退としましょう。ジョッキーのかぶりはない。41頭。あ、父だらかになんですね。全にあった、だらかにって種牡馬として持ってるんじゃなかったっけ。さあ首位候補の一角なんだ。傾斜さ、いや勝てるでしょう。お、森九市長級任期応変。ブエナビスタですね。初音ミク、情報で所有種牡馬でダラカニですね。9歳なんだ、まだダラカニ。ミドリーフ系なんですね、血統としては。
だから一気に61位上がりました。コンデュイットの凱旋門賞勝利で。アーニングインデックスってどのぐらいかな。 1.07 だったらそんなに今のところ高くないですけどね。さあネクスト、アルシバイアディーズステークスですね。天の宮です。9番人気、人気ないですね。まあ初海外なので仕方ないとこです。でも全くチャンスがないとは言えないですよね。頑張ってもらいましょう。ちょっと戦法変えられます。差しぐらいにしとかないとやばいかな。内田どうなんでしょうね。この辺のジョッキーは。ダイジェスト、キンランド競馬場 G1 アルシバイアディーズステークスダート 1700m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。アーディエントトンバ先頭、内からイブニングジュエル先頭、残り 200m を通過して伸びないですね。アワノグようやく伸びてきたけど、イブニングジュエル先頭だ、並んでゴールイン。1、2着争いは接戦になりました。大激戦のゴール前、これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間、一応前にとっては気は悪くない。6着、まあ若い、柔軟性が不安。さあフィリーズマイル、カタノポニョは2番人気となっております。これもまあ3歳馬なんでわからないですよね。ここには逃げ馬です。レース行きましょう。ニューマーケット競馬場 G1 フィリーズマイル、芝2歳、芝 1600m マイル戦です。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ベイクトバンド好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。カタノポニョ前に行きそうです。ベイクトバンド、それに続いています。さらにはスポークンクレーム、14番アナザースカウント、その後ろ先手を取ったのはカタノポニョ、これに続いてヘブンリームーニー、その隣にショートミサイル、アクションシガー、そのうちに続いています。内からはベイヌ、内からはキャラミザール、その後ろにジャクリンクエスト、内からはノンインカス、バーマ、それに続いていますミーズナー、その前に進出、内からはリビサイド、これに続くのがキスディクテイター、しんがりからスノーフェアリー。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。この辺りで先頭が変わりました。ショートミサイル、まだ粘っています。ここから伸びてくるか。ほとんど差がありません。さあ追い出す肩のポニョ、果たして先頭を捉えるか。サイド先頭へ、長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。ベイクトバンドに会えた。ちょっとここからが先着か。1着でゴール、2着はベイクトバンド、3着にティスディクテイター、勝ったのはスノーフェアリー、見事な勝利です。スノーホワイト中略、やったね、どこどこということで、デューハーストステークス G1、 これも2歳ですね。天の送り人1番人気。送り人ってどんなんだっけ。118ですか、2歳戦でもう。これはがぜん期待が戦われますね。レース行きましょう。
ニューマーケット競馬場 G1 2歳 G1 リューハーストステークス芝 1400m です。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。グリーンネスキャピタル、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してグリーンネスキャピタル花に立ちます。その後ろからはロペデベガ、この馬も上がっていく構えです。さらには私有に6番ドイリーフリート、その後ろロペデベガ先手を取りました。少し離れてソングオブアムール続いています。ケープブランコ上がっていきました。スティーブセスプリそのうちに続いています。内からはマーベラスアルデル、黄色の帽子アマノウクリビートいい位置につけました。その外にジナードヌーベル、内からはローブブロッサム、先頭は依然としてロペデベガ、私有にほとんど差がありません。グリーンネスキャピタル3番手 G12 勝アマノウクリビート、さあオクリビート先頭に立った、一気に捉えるか。ここで先頭変わりました。先頭は天の送り人、リードは3馬身以上、この差が広がります。残り 200m を通過して2番手は私有にぶっちぎりだ、離れました。強い圧倒的な強さを見せました。2着はケープブランコ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の送り人、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ G1 3連勝ガツンですね。さあコーフィールドカップ、天野アイポッドです。1番人気130ですね。2番人気はパーソナルヒル、3番人気はホーメリックアリアンスか。130なんで飛び抜けてますね。レース行きましょう。コーフィールド競馬場 G1 コーフィールドカップ芝 2400m です。来週までかな、10月の4週までかな、5週はレース多いしやらないと思います。国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さて何が行くのでしょうか。ブラッドテルト前に行きそうです。ハイエストナレーター、それに続いています。さらにはイスファハンアカーリット、5番ブラッキーロドリゴ、その後ろブラッドテルト先手を取りました。アルキオーネバレー、それに続いています。並んで漆黒の馬体、トロピカルメイド、アマノアイポッド、いい位置です。黄色の帽子インビジブルクリーナー、その後ろその外にコーリングイメージ、その隣にパーソナルヒル、内からはブレイブリベイユ、並んで古豪エレクトライメージ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。オーメリックアリアンス、この馬もこのグループキャンパノロジスト、そのうちに続いています。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。その外からオーバーステートコメット、しんがりからミンストレラグレイル、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度、1番グラッドテルト依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、これに続いてイスファハンアカーリッド、その後ろからはアルキオーネバレー。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前はグラッドテルト、まだ粘っています。2番手はイスファハンアカーリッド、アルキオーネバレー、3番手アマノアイポッド、この位置から届くのか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はグラッドテルト、イスファハンアカーリッド続いています。アルキオーネバレー、
続いています。まあ、追い出す、あ、続いています。一気に残りあと 400m、 長い直線、ここからアイポッドが早くも先頭、ここで先頭に立った天野アイポッド、残り 200m 後続を大きく引き離しました。勝ちましたね、強い。パンのロジスト完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はパーソナルヒル、3着にホームリックアリアンス、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました天野アイポッド。まさしく日本が世界に誇れる馬です。60キロ、他の馬のこれハンデ戦だったんですね。60キロ、何のその天野アイポッド。サージエベレストです。キンシャサの奇跡、もちろん一番人気、37、ダントツですね。こちらですね、5億5000万のレースになってますからね、しっかり勝ってほしいところです。レースいきましょう。ロイヤルランドウィーク競馬場 G1 ジエベレスト、芝 1200m 電撃戦、1着賞金5億5000万。さあ、キンシャサの奇跡はこの賞金を 獲得することができるのでしょうか。ここオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場で行われるのは芝の世界最高賞金額を誇るビッグレース。さあ、スプリンターの頂点の座をかけてジ・エベレスト、まもなく発走です。スタートしました。横一線、綺麗なスタートを切りました。さあ、果たして何がいくでしょうか。ママのスタートですね。JJ ザジェットプレーン、続いてアパッチキャット、この馬も前へ。直線短いですかね、4コーナー回ってからは。その後ろ先手を取ったのは JJ ザジェットプレーン、少し間が空いてブリーティングスプリット、内からはセイクリッドキングダム。急カーブの4コーナーとなります。その外にセイナイト、金車差の奇跡、後ろからこれに続くのがウェルカムベイ、ピンクの帽子日光に、その後ろしんがりからプレザントバドミントン、いざ勝負の時、日曜王者意地のぶつかり合いだ。さあ、先頭に立ったのは金車差の奇跡、一馬身から二馬身。さあ、今まだ先頭だが外も怖い。先頭は依然として金車差の奇跡。勝ったでしょう、これは。勝ちましたね。やりました。1着、2着にはどうやらアパッチキャット、3着にブリーティングスプリット、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。金車差の奇跡、まさしく日本が世界に誇れる馬です。G1 9連勝、そして5億5000万ゲットです。さあ、府中牝馬ステークス、天野初音ミク登場です。2番人気クラブバーオディールも登場。本心本命ですね、天野初音ミク。1番人気はアルキーバラットとなっております。ダイジェスト、行ってみましょう。東京競馬場 G2アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス、牝馬限定、芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アグネス・ファティマ先頭、内から上がってくる先頭、メジロヒロイン先頭、外から勢いよく天野初音ミク、残り 200m。 さあ、先頭は今度は天野初音ミク、
2番手はアルキーバラッド、アマノ初音ミク、勝ちました。先頭はアマノ初音ミク、1着でゴール、2着はペッラレイヤ、3着にアルキーバラッド、見事に勝ちました。アマノ初音ミク、オディールは8着か、いや出ないですよ多分。いいえ、さあうずまさステークスとなりますが、これは省略。そしてオクトーバーステークス、アマノラキスター1番人気、グリグリですね。オープン特別かやり直しかな。ダイジェストです。東京オープン特別オクトーバーステークス芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭伺う、インプベッド先頭、前に迫るアマノラキスタ、内からサミングティンバー、伸びが足りないが、セントラゴン、インプベッド先頭、残り 200m、 さあ激戦になっているが勝ち切れるか。サミングティンバー抜けた、やられた。天窓アバリーかわす、天窓アバリー、1着2着にはどうやらサミングティンバー、3着にアマノラキスタ、勝ったのは天窓アバリー。さあいよいよ次が多分ね、牝馬三冠をかけてじゃなかったっけ、ブエナビスタ登場ですね。さあいよいよブエナビスタ、牝馬三冠をかけて出走です。秋華賞です。やっぱり一番人気天馬プラム、あ10番人気か。さあ厳しい、あ凱旋白プランの方がやっぱり怖いですよね、2番人気ですからね。あとレッドディダイヤ、ディアジーナあたりが人気となっております。大外ですね、ブエナビスタは。この大外は非常にハンデとなりそうですが、勝ち切ることができますでしょうか。レースです。さあブエナビスタが牝馬三冠をかけます。3歳牝馬限定、G1 秋華賞牝馬三冠最後のレースです。芝 2000m で行われます。京都競馬場です。京都競馬場、3歳牝馬による最後の大レース秋華賞、夏を経てその再起に磨きをかけた乙女たちが集いました。今年は牝馬三冠馬の誕生に注目が集まります。ブエナビスタ快挙達成となるでしょうか。さあ最後は大外枠のブエナビスタ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、何が行くでしょうか。オリーブリターン前に行きそうです。エルリアルト、それに続いています。さらには天満プラム、足毛の馬体、ディアジーナ、その後ろ先手を取ったのはエルリアルト。この辺りで各馬第一コーナーに入っていきました。その後ろからはクリスマスローレル、サーテンウィンパー、そのうちに続いています。その後ろにフォーラスデッキ、すぐ後ろにアンドシンデレラ、外を回らされてますからね。その外にエルコーリング、
フェナビスタ、デンマントオンバ、黄色の帽子、レッドディザイア、その後ろジェルミナル、この馬もこのグループ、一番人気のブエナビスタ中段につけています。その隣にブロードストリート、内からはコロンバスサークル、コナースタヌーン、すぐ後ろ内からはユーセインスペイン、 1000m を通過、少々スローペース。後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。内コースを回ります。第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ9番エルリアルト、2番手はエンマプラム、リアジーナ、3番手二冠牝馬、まだ外を回らされてます。さあ5位に上がっていくベーナビスタ、さあもう先頭だ。さあ先頭はブエナビスタ、離れてリアジーナ、さあ決着をつける時だ。ブエナビスタ、あもう完全に強いや、大きくちぎれました。あと 200m、 後続は遥か後方、2番手はレッドデザイア、 やりますね。この馬で決まりか、牝馬三冠、ブエナビスタぶっちぎりです。2着はレッドデザイア、ブエナビスタついに牝馬三冠達成です。競馬史に残る名品の誕生です。ウィニングランです。なくて運が良くて強い馬、親子で成し遂げました。小島太志騎士もお喜び、あ騎士じゃないわ、調教師も。まだ結婚してないんだよな、木舟さん。さあこれが最後のレースにしたいと思います。一番大事なのはやっぱ天のニコニコですね。牝馬三冠がかかります。先行馬、まあ男性ですからねとか言って、イギセントレジャー本当惜しかったです。まあ強い馬であることはまあ間違いがないんで、気はないでしょうね。あと海外は4レース出走、椿が9勝か、オーケンブルースリーかな。そうジュピターが大事ですね、この中で言えば。本当は武豊に乗せたかったが、菊花賞の予告です。誰もが未知の舞台、いざ参加。さあ天のニコニコ、プレザンレーブや当選上段がいます。騎士枠ないはずです。さあ距離は持つはずですが、子孫騎手、あそうかそうですね、淀川加宝、
さあこれが最後のレース、今回の配信最後の週となります。まずグーはちょっと残念なんで、まだ早い距離は。なるほど、こうなってんのか。11月1週なんで疲れはそんな溜まってないんで、僕は A プラスですね。遅めなんで、まあこれからです。こう肩のポニョは、どうなんだろう。早熟なんで早く行きたいが、フィリーズマイルはよくなかったからな。で、ホープフルですね。竹豊。何が絡んで、送り人が竹豊から絡んでんのか。一旦違うジョッキーにした上で、送り人が本当にここでいいのかってとこですよね。ここでいいっていうよりは、ちょっと距離が長い、長いな。出すレースがないのか。これって今何周だっけ。あ、ダメだ、もう出せないんだ。でも送り人強いからな。出すレースがなかったらここで出していいと思います。柔軟性 F か。で iPod が好フィールドを勝ちまして、 JC いいと思います。石さんは本校スプリントへ。初音ミクがマイルだ。マイルか。まあマイルは全然ありなんですけどね。ステップを、初音ミク何度か勝った感じ。いや強かったか。じゃあいいか。でも着歌とか いる中でだからな。あ、レースがある。メートリアークステークスですね。で、ラキスタが、どうが3着か。まあ、ここは勝たないとダメでしょうね。なので、あ、でも、キャピタルステークスかな。キャピタルステークス
ういう得意な選手でも出せる、今でも出せるんだ。ウェアビスター JC か、 JC は長い、あと一勝か。一旦2周放牧してから考えましょう。対戦メタも検討しましたよね、そういや。本当混戦ですね。勝てるかどうかもうちょっと先のレースにかかってきます。行きましょう。イピーテイラーステークス、アマノジュピターですが、2番人気、1番人気ではない。ベンチュラが強い、いや分かんない、でも調子はいい。レースです。ウッドバイン競馬場 G1 イピーテイラーステークス、芝 2000m、アマノジュピター、あと一勝で金札なんですが、なかなかうまくいかないと言いたいところです。こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ゴルドカマー、スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してゴルドカマー花に立ちます。その後ろからはベリーアライブ、この馬も上がっていく構えです。一気に上がっていった。後方からの競馬では、前の方から見てみましょう。先手を取ったのはミザールダイヤモンド、3番手をつけましたね。ベリーアライブ好位置をキープしています。アマノジュピター、この辺りで各馬第一コーナーに入っていきました。これに続くのがゴルドカマー、坂はきつい。その隣にプロビソ、その外にガバメントメーカー、そう考えると緑の帽子カーディナルスラム、その後ろイディーズサマーズ、この馬もこのグループ、内からはピュアクラン、並んで13番イルドシー、サリーズパピルス、そのうちに続いています。並んで9番キーナーバーガー、マリーノジャネット、すぐ後ろ最高峰にベンチュラ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。あんまり息プリが良くないですね。もう一度先頭から2番ミザールダイヤモンド、依然として先頭、さらにはベリーアライブ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として2番ミザールダイヤモンド、まだ粘っています。さあ上がっていった。ワ
悪くない。中を割っていく。追い出すが、勝て、いけ。あと200メートル、天野ジュピター。このまま振り切れ、でも残り100メートル、振り切れない。いや、勝ったんじゃないの。なんとか勝った。ようやく G1 発祥、見事な勝利を収めました。天野ジュピター、まさしく日本が世界に誇れる馬です。金札確定しました。苦しみながらの金札ですね。ってことは、カーディア国際ステークス、オーケンブルースリー、一番人気117、まあ、足ができない感じです。ということは、ちょっとエリージョのメンバーとかも再考慮必要ですね。ジュピターこれで引退できますんでね。さあ、レース行きましょう。オーケンブルースリー、ウッドバイン競馬場 G1 カナディアンインターナショナルステークス、芝 2400m です。こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。ここ一戦のスタートですね。何が行くんでしょうか。デプティギャレイ前に行きそうです。ジャンボカフーターズそれに続いています。さらにはバトルタウソン G12 勝、オーケンブルースリー、その後ろデプティギャレイ先手を取りました。そして大きく離れてセブンオフ、この位置です。赤の帽子アナイブティフラムズ、その後ろうまく運べたんじゃないでしょうか。これに続いてアフターズジョンつけましたね。で小号ゴーンフィッツカルド、グリーシャンスピードウェイ、すぐ後ろその隣にジュークボックスチップ、その後ろからはフォーマルハウトヴィンテージ、並んで9番ウィッティキャバ、しんがりからインフォメーションサンセット、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。4番デプティギャレイ依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、少し間が空いてファイティングスティール、大きく離れましたアフターザジョンティーラ、並んで14番ジャンボカフーターズ、すぐ隣にゴーンフィッツカルド、内からはアナイブティフラムズ、並んで6番バトルタウソン、その外からジュークボックスチップ、オーケンブルースリー、後ろからになりました。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてデピティギャレイ、2番手はファイティングスティール、間を挟んでアフターザジョンティーラ、3番手オーケンブルースリー、ここが勝負ですが、この位置から届くのか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ、上がっていったオーケンブルースリー、背足はいいが、外から勢いよくファイティングスティール、先頭残り200メートルを通過して、さあ大激戦、フラムズ抜けた、グリーシャンスピードウェイ差し切った、伸びないな、グリーシャンスピードウェイ1着、2着にはどうやらアナイブティフラムズ、勝ったのはグリーシャンスピードウェイ、見事な勝利です。もうちょっとってとこなんですけどね、前線馬になっちゃってるや、オーケンブルースリー。チャンピオンステークス、天の世界に花、一番人気129、レインボービューぐらいですね。あと JPEG あたり。さあ、勝ってもらいましょう。レースです。アスコット競馬場 G1 イギリスチャンピオンステークス、芝 2000m です。
こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アロマスクラッチ好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアロマスクラッチ鼻に立ちます。その後ろからはグロリアデカンペオン、この馬も上がっていく構えです。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはアロマスクラッチ、すぐ後ろにグロリアデカンペオン、緑の帽子アリーグオブザイラウン、その後ろ J ペグ、それに続いていますホワイスオーバー、すぐ後ろ好位置をキープしています天の世界の花、その隣にオリエンタルトム、その外からスペシャルボックス、並んで古豪フォーミュレイトトレード、ティマーナチュラル、そのうちに続いています。並んで9番シック&シルティーク、その外にプラムアイレス、並んで4番プロンティアナポリ、すぐ後ろにガルフスリッパー。1000メートルを通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。並んで G13 勝レインボービュー、さあ先頭はまだ栗色の馬体アロマスクラッチ、2番手はアリーグオブザイラウン、5番天の世界の花、まだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか。来ましたね、日本と世界一度ぶつかり合いだ。アロマスクラッチ先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張りきれるでしょうか。さあ先頭に立ったのは天の世界に花、残り 200m 天の世界に花先頭、2番手はグロリアデカンペオン、天の世界に花勝ちました。1着、2着にはどうやら力からスースー乗って差し切りました。相手に見事な勝利を収めました天の世界に花、まさしく日本が世界に誇れる馬です。チャンピオンステークス連覇、さあクイーンエリザベス2世ステークス天の椿、2番人気、1番人気は、ゴルディコバ、これは強い、ちょっとかなわないんじゃないかな。2番人気なんで先方選べますが、あんまり変えるメリットがないのでこのままレース行きましょう。アスコット競馬場 G1 クイーンエリザベス2世ステークス芝 1600m マイル戦です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。直線競馬ですね。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。外枠だからといって不利ってことはありません。クオリティファンキー、それに続いています。さらにはアマゾンアマゾン、7番トーキングワルツ、その後ろ先手を取ったのはスパイラルシュタイン、内からはゴルディコバ、その外にマーキュリーワールド、シュリスデゼーグル、そのうちに続いています。その外からリングルハンター、天の椿、この位置です。ピンクの帽子タコボーイ、その後ろ内からはサンベルズ、内からはガムハイペリカム、内からはベストインセイル、その隣にサプレザ、その外にプレビス、しんがりからエクセラハイペリカム、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました。7番トーキングワルツ、リードは1馬身から2馬身。さあいよいよ勝負どころ。これに続いてアマゾンがアマゾン、すぐ後ろにマークリーワールド。さあ仕掛けていった。長い直線、ここからどうか。日曜王者馬の椿も最後の追い比べ、先頭はゴルディコバ、残り 200m。 しかしゴルディコバの方が強い、伸びがいい。手は天の椿、ゴルディコバ、この馬で決まりか。完敗ですね。ゴルディコバ1着でゴール、2着は天の椿、3着にパコボーイ、勝ったのはゴルディコバ、見事な勝利です。さあ富士ステークス天の千の風登場です。1番人気、グリグリですね。
ダイジェストいきましょう。東京 G2 富士ステークス芝 1600m をマイル戦です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。武見和地先頭、1馬身から2馬身引き離す。本郷力士王2番手、手応えはどうか。外からスマイルジャック、残り 200m を通過して天の線の風上がってきた。天の線の風抜けた。差し切った。2番手は武見和地、勝ちました。天の線の風1着、2着は武見和地、3着にスマイルジャック、天の線の風、見事な勝利です。レベルアップ。さあ、そしてブラジルカップ天のつもみです。2番人気か1番人気はシビル王となっておりまして、シビル王はグリグリとなると天のつもみにとっては分が悪い。サバニキ千歩きかな、この辺までかな。さあ、天のつもみ先方選べます。先行策いってみましょう。ダイジェスト、東京オープン特別ブラジルカップはダート 2100m です。さあ、直線に入りました。さあ、抜け出した。天のつぼみ先頭、しかし仕掛けを一歩ワンタイプ。ああ、でももう来てる。天のつぼみ先頭、あと 200m。 さあ、先頭は今度はシビル王。しかし後続の足色もなかなかいい。出来なかったな。天のつぼみシビル王、この馬で決まりか。先頭はシビル王、一着でゴール。2着は天のつぼみ、3着にメジロユース。これは桁外れの強さだ。シビル王つもみもいいレースだったんですけどね、仕掛けるタイミングを一歩遅らせて、それ以上にシビル王が待ってくれませんでした。さあ、菊花賞です。天のニコニコ三冠をかけます。ブラビー一番人気です。クラブは天のニコニコ1番人気、2番人気アプレザンレーブ、そして、クラブは当選上段が3番人気となっております。天のニコニコグリグリですね。1000ワンダーまで、まあ、先方も先行策は、まあ、逃げ馬が3頭いるので、そこら辺でペースが上がる可能性もありますが、先行馬自体は少ないんでチャンスは多少有利、しかも内枠っていうのも有利だと思います。さあ、天のニコニコボバ3冠決めてもらいましょう。レースです。さあ、3歳、ボバ3冠の最終レース菊花賞 G1 京都競馬場芝 3000m の長丁場で行われます。一番強い馬が勝つこの菊花賞、天のニコニコが強さを発揮して牡馬三冠なりますでしょうか。クラシックの最後を飾るのは菊花賞、舞台は淀の芝 3000m。三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。今年は三冠馬誕生に期待がかかります。天のニコニコ、歴史的な瞬間をしっかり見届けましょう。
さあ最後は大外枠のシュワルツベーシズ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。先行争い何が行くでしょうか。サコスタート前に行きそうです。天野ニコニコ、それに続いています。セイウンワンダー、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはエルティータ、2番手にニカンバ、天野ニコニコ、その隣にビーチザクラウン、その後ろからはテンマグラビ、その外にシュワルツベーシズ、エルテイル、それに続きます。その外からコバートターン、並んで14番オリーブノワール、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。すぐ後ろに当選ジョーダン、ピンクの帽子中山フェスタ、その後ろアプレザンレーブ、かかってます、ね、すぐ後ろその外にステークスジョン、並んで12番ダノンカモ、我慢比べですね。長距離戦は並んで13番ブレイクランアウト、まあ基本的にやっぱりもう逃げ馬っていうか、それに続いています。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、最高方にこのままにもうニコニコ、フルピッチを飛ばしますからね。歴史的な瞬間は果たして訪れるのか。天野ニコニコ、見事その期待に応えられるか。もう一度先頭に戻りましょう。漆黒の馬体エルティータ、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、少し間が空いてビーチザクラウン、並んで18番シュワルツベーシズ。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー、坂の上りに差し掛かりました。ニコニコ坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。さあ先頭は依然として4番エルティータ、ニコニコは4番手だが少しずつじっくり上がっていくっていう感じでしょうか。ニコニコ、これはいい位置につけています。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はさあニコニコ上がっていった。先頭に躍り出ました。さあ決着をつける時が来た。やはり最後はこの2頭だ。ここで先頭は天野ニコニコ、2馬身から3馬身引き離す。あと 200m、 これは後続を引き離しにかかります。2番手は当選ジョーダン、これは強い。天野ニコニコ、このやりました。天野ニコニコ今ゴールイン、段違いの強さです。2着は当選ジョーダン、3着にアプレザンレーブ、天野ニコニコ三冠達成。見事クラシックロードを先頭で駆け抜けました。間違いなく競馬史に残る偉業です。さあウィニングランです。天野ニコニコガッツポーズ。万世にもかかわらずボバ3冠を達成しました。本当もっと先が楽しみですね。他かこれからだと思います。大量出走、BC だけをこんだけほぼ全レース出ますからね。クラシックはゼニアッタとカネヒキリが登場、対決一目が集まります。んセカチューって14勝してるからか。 JBC も3レース全部出ます。そして秋天ですね、天野小泉と天野シャメールですが、まあ小泉でしょうね。ここはキャンキャンもだんだん強くなってますからね。すごいな世界の花、27勝。小泉の一強か。参加の達成、ボーナス賞金1億円、凱旋ドンカンでしたね。そういえばアーリントンカップを取っております。
で、セントール2着なんですよね。距離が短すぎたな。この馬は。そうですね。サンカーマオーラ。かな。サポニョはクリテリウムゾサンクル。で、グーがまた。手送り人はクリテリウム国、クリテリウム国際。4勝目を狙います。ブラックキャビアが3歳ですね。ダレークラシック。夏にミクがメートリアークか。ん ?4 月1週か。ここは放牧せずに挑みましょう。ステークス。さあ、ドロロはエリザベス女王杯ですね。遅めなんで、このでも無理でしょう。ドロロはオープン特別すら勝てないんだからな。普通に無理だと思います。中一新聞杯はシャメールがいるのか。ターコイズステークス。ん?パワーが不足してんねんな。あー、ダメだ。来年じゃないと無理か。ニコニコがメルボルンですね。次はハニカミがカンタラ。5勝ですか。で、山のヒーローがカシオペアで、イナバウアーが、JC? まあ JC いいとは思うんですけどね。で、レースとしては悪くない。で、ハルヒが、出て、イネループはこれで一周放牧。フェイトが一周放牧。だけど戦記がこれ発祥か。どうしようかな。歌がね、勝たせたいからな。ちょっとチームオーダーを測ります。
かんないな、これ3億稼いでるかな。新カップ行きましょう。でもレース全然出てないんだよな。ダートだからな。てかここでいいんじゃないの？ハンデ戦か。線の風もどうかな。これは長い。ジャパンカップは出てないんだな。技能選挙もキャピタルステークスですが、ちょっとやめときましょう。京阪杯いけんじゃないの。まあとはいえ技能選挙の本勝機か言えば相当世話されるから無理ですけど、あと2勝ですね。で小泉、別にあった。天のハウルはこれで取りに行く条件は整いましたね。ちなみに今ハウルがジュピターとハウルか、オオカもいます。まあ取っても問題ないっていうような感じですが、ハイポッター JC ですね。チャレンジ、チャレンジかな。イナバウアーもいるけど、イナバウアーじゃ無理だろうな。オーケンブルースリーもか。ウィナビスターはちょっと、あ、これかかってんのか。もう距離長いよな。ウィナビスター。まあ、iPod はまあ出ていいでしょう。ウィナビスタここじゃないよな。
ハウル、そう、ハウルが出るんだよな。まスキューレースはまた後で考えましょう。で着歌が記念金引きりがビッシュクラシックか。シャメールが秋天か。シャメールは、うん、サマーバードっていうのが強いんだ。シェイコカク、小泉ですね。秋天はシャメールもいますが、はい、小泉、花盛りです。海鮮愛知博も出ますね。さあ何に使うかですね。難しいな。今騎乗順地が出たんで、どれがいいんだろう。ロードからのは、はい、あ、逆転された。僕は頑張ってほしいが、はい、ということで今週、今回はここまでとなります。次回10月5週、怒涛の BC 出走とか、11月入ってからも京都などで G1 続きます。ジャパンカップまでお届けできるんじゃないかなと思います。ということで、次回お楽しみに。すごいな、千の風。次回はですね、すごく金曜日、11月10日の配信予定だと思います。何もなければ、10日に配信いたしますので、ぜひご期待ください。いつも通り、Twitch で配信しております。また、ぜひ Twitch のアカウントフォロー、お願いいたします。プリーズマイツイッチ、マイアカウントをフォロー、プリーズ。今回のアーカイブは YouTube にアップロードいたします。2日後、7日の21時からプレミア公開いたしますので、ぜひ YouTube もご覧ください。YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。YouTube チャンネル、サブスクライブド&グッドボタン、プリーズ。
旧ツイッターの X アカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねもお願いします。マイツイッター X アカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。This live archive my YouTube channel Two days after ということで、ウィニングボストナイン2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。